ミスティメイトレーナーは、アメリカ合衆国の元女子バレーボール選手、元女子ビーチバレー選手。旧姓名、女子ビーチバレーにおいて、世界歴代トップの通算112勝を誇る。カリフォルニア州ロサンゼルス出身、ドーロングビーチ在住。夫にロサンゼルスドジャースのマットトレーナー、いとこにプロテニスのテイラー・デント選手がいる。カリフォルニア州のニューポートハーバー高校。 ロングビーチのカリフォルニア州立大学でインドアの選手としてプレーし、キャリアを積む。1999年にバレーボールアメリカ合衆国女子代表に選出されたもののビーチバレーに転校した。2000年、ホリー・マクピークとペアを組み出場したシドニーオリンピックで5位入賞。ケリー・ウルシュとのペアで出場した。 アテネオリンピック及び北京オリンピックにおいて2大会連続で1セットも落とすことなく、それぞれ金メダルを獲得した。北京五輪後、リアリティ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズのために、ダンスの練習をしていた際、アキレス腱を負傷したが、その後、競技に復帰。2010年には別のパー、2012年、ロンドンオリンピックにおいて、メイトレーナーとウォルシュ・ジェニングスのペアは、 わずか1セットを落としたのみで、オリンピック3連覇となる金メダルを獲得。3大会を通して、合計21試合に全勝し、セット数では42勝1敗という記録を残した。ビーチバレーにおけるオリンピック3連覇は、これが、史上初である。メイトレーナー個人としては、通算112回目の公式戦優勝となった。メイトレーナーはこれをもって、オリンピックのみでなく、 公式戦から完全に引退し、今後は小作りに励むという。また、2016年リオデジャネイロオリンピックでは、客席からケリー・ウォルシュ・ジェニングスを応援するつもりだという。また、ビーチバレー世界選手権でも、2003年、2005年、2007年に、3連覇を達成した。2016年7月、メイトレーナーは、バレーボールで遠藤入りの栄誉に良くした。 ジョージ・ナブリュー・ブッシュとメイトレーナー、ケディ・ウォルシュ。ありがとうございます。